はい、皆さんこんばんにちは、バットです。今日はね、4月28日土曜日、お昼の12時半過ぎ40分ぐらいかな、今日からね、オープンした長者の里キャンプ場に、2泊3日でやってきました。久しぶりにね、タトゥーンカ張って、隣にね、あのおぎちゃんが、今日はね、今日の夜はおぎちゃん、明日はまた別の人というような感じで2日間楽しみたいと思います。天気いいし暑い、でも爽やか。じゃあ、お疲れ様です。お疲れです。いただきます。俺こっそりこういうのばっかり使ってさ、中華屋やろうかな。これ日例ですね。バレるかな。バレると思う。残り半分はこのカレーマジックでカレー風に、カレー味にしたいと思います。どれくらい入れていいのかいまいちわからんけど、それでね、うん、一応見れるようにしてやる。そうそうそう、カレー味に変更。うん、カレーチャーハンだ、これおすすめ。何でも使えるわ多分。野菜炒めとか、なんかすごい、ね、何作ってんのこれ。なんちゃって皿うどん。なんちゃってさ、ヨギちゃんが作ってくれた皿うどんみたいなやつ、いただきます。いいね、この太い麺いいよね、これね。うん、あのよくある細いやつじゃなくて、うん、太い麺の方が俺多分好きかもしれない。うん、美味しい。ビールとよく合う。まあね、ここは水はね、いつ来ても綺麗なんですけどね、多分この奥の雪解け水が結構こうあって、流量も多いような気がするな。そしてね、やっぱりハムシがものすごくいっぱいブンブンしてますね。蚊はいないと思うんですけど、多分なんかよくわからんハムシがいっぱい飛んでる。何がいいかな。クーラーボックス、ほら、意外とそういうやつなんか実用的かもしれない。だけどさ、もう夏場は涼しいところしか行かないから、どうかなと思う。多分ずっとまた俺白樺や、夏7、8は、あのおぎちゃんがね、キャンプデビュー1周年まで来てる。ゴールデンウィークに一緒に会って、その後すぐやり始めるって言って、クリセンチでケシはポップアップやったね。そう、なるほど。もう1年だって。もう1年、30泊ぐらいしたかな。30泊はしてると思う。この1年で変わったね、だいぶ生活が。おぎちゃんスナックに行かんくなった。スナック、週末は飲んでばっかり、スナックで飲んでばっかりは、もう外で飲むようになって。本当にそうだね。いや、今コットンに寝っ転がってね、もう昼寝しちゃって。風があってちょっとね、やっぱ涼しいかな。気持ちいいよ。前九州行った時にキノッピー先生にね、この玉露焼酎っていうのをいただきましたので、
今日は飲みたいと思います。あの八女がね、八女市がお茶の産地ということで、八女のね、酒屋が作ってるみたいですね。これを飲みたいと思います。何？キャップもしてます。もう全部飲んでもらうからキャップしてろっておぎちゃんが言うんだけど、そういうわけじゃないから。いただきます。ほら、牛乳焼酎の時もそうだったけど、別に緑ではないです。牛乳だからといって白くなかったように緑ではないですね。いただきます。これ飲んだらもう激進コースまっしぐらいだからね。うん、うん、あ、お茶、ちょっとちょうだい。お茶の味する。するやん、お茶の味めっちゃ、うん。これはでもね、あの割ったらもったいない。なあ、そうかもしれないね。うん、このまま永遠に飲みたい。あ、お茶っぽい今。来た、今来た、お茶来た。よかった、分かってくれて。たまに来る、ほわん、ほわんって感じ、うん、空気出ると怖いな。あ、いい、明るい。いいね、なんか明るいよ、ルーメンが違う。ちょっとなんかね、いろいろありましたけど、多分これでいいと思います。明るいね。これ合っとるか。合っとるよ。奥さんちょっと邪魔。邪魔だから。お尻邪魔だから。これは明るいよ。さあ、おぎちゃんが焼きそばを俺の鉄板で焼いてくれる。ここで究極の選択ですよ。まあね、定番コーミックソース濃い口でいくか、あえての調味の素でいくか。さあ、どっち？ソース、やっぱり。いきますよ。いいですよ。食べよう。絶対うまいでしょうよ。うん、うまいじゃない？うまいね。うまいね、うん、これやっぱ太麺がいいのと、うん、やっぱり結構焼いてるから、うん、あのベチャベチャしてないね。おはようございます。ちょっと曇りかな。7時かな。日がね、やっぱり横から差し込んできて、もうちょっとしたらこの辺も火が当たってくるんじゃないかなと思ってます。2日目は大工師匠と2人でやります。で、2人は春日はぶりですか。もう2人としては本当久しぶりですね。久しぶりですね、うん、だって春日はの後あそこでしょ、秋葉神社前、そうそうそう、
その後、渚園渚園かな。ああ違う、その前に桃太郎も、桃太郎もあって渚園もあって、ま、そうですね。いやじゃあ、はい、トイトッカー来ていただいてありがとうございます。いただきます。飲める飲める、大丈夫か。炭酸割り、水割り、水割り、お湯割りするんでちょっと待ってみる。タケノコ、いやうまそうっす、旬ですもんね。いやでもあのスーパーで売ってるただの水煮なんで。水いただきます。ちょっと薄かったかな。うん、それこそこれかけ、かちょっとかけた方が、いや全然いいですよ。もうさ、年取ってきたからさ、こういうのがいいのよ。あのサークル系、サークル系、はい、寄ったけど、わかるもんですね。わかりました？そうでしょうね。ここ多分そうだよなと思って。飯と合うんですよね。あ、全然あのイメージと違う。でしょ？もっとなんだろう、角煮っぽい感じを想像したけど、プルプルな感じを想像したけど、うん、チラリズ。チラリズ。あ、揚げたてから揚げいただきます。あっぱ、これ何種類かあって、あのこの唐揚げの素が、うん、まあガーリックでいいかなと思って、うん、つまみになるしと思って。でもね、食べてみるとそんなしない、そんなにガーリック感はないけど、サクサク感はいいね。あ、いいですね。うん、ありがとうございます。今日も爽やかな朝です。ちょっと曇ってるかな、でも多分晴れてくると思うけど、はい、ありがとうございます。大工師匠にコーヒー入れていただきました。はあ、濃くないと思うんですけどね。全然いいです。まあまあ、一応あれですね、あの 4年前に比べるとちょっとバージョンアップしたやつを食べていただかないと。ありがとうございます。どうぞ。はい、ありがとうございます。あつあつあつ、いただきます。うまい。うん、あ、もうそんなもんじゃないですか。そんなもんですか、ね、はい。こんな感じになるんやろな。これ第2弾カレーマジックバージョン。あたたたた、うん、カレーだ。カレーパンね。うん、いいぞこれ。カレーパン、まんまカレーパンだね。うん、しかもパンが多分これ全粒粉使ってて香ばしさが出てるんで、余計にカレーパンですね。これ使えるな、やっぱり。はい、撤収完了しました。朝9時半ですね。
これからちょうど池田温泉に行くと10時ぐらいになるんで、温泉入ってタコチュー食べて帰りたいと思います。大福ね、師匠と一緒に行きます。